ピセラ TV。 最近見ないなと思ったら、あらー、開きます、開きます、息子が踏んじゃって、息子がおいってなったけど、もうしょうがない。腰からいきます。気持ちいい、これ。さっきのさ、前屈したとき右痛かったじゃん、うん、右の方が効いてる感じ。あのこれやったときに反対まで響く、痛くないんだけど。手見えるかも、こう、こうすれば、うん、ほら見える見える、うん、こう手突っ込んで、うん、起立筋と極突起の間の溝みたいなところに多分指引っ掛けてね、うん、で、おいでおいで、突き上げた後にクリッて、ね、おいでおいでおいで、うん、おいで、スイス。これがだから、あの見えないとこなんだけど、ただクリクリしてんじゃなくて、あの多分のぶちゃんももう無意識に一回刺してからやってるんだよね。ね、うん、刺してから。聞こえてるの？刺してから。のぶちゃんの声聞こえてるの？で、うん、上に行って、おお。すごい力効く。右も疲れてる。あとあれかもね、これあの爪ちゃんと切ってやんないとね。あ、そうだね、爪は私は常に、うん、そう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 、なんか腹をちゃんと使わないといけないから ね、そうですね。ちょっと今リズム変えてみた。あ、これもいい。さっきほら響くぐらい痛さがあるところではあるから、ああ揺らしてね、うん、逆になんか効きそう、うん、ほぐれそう。うわ、硬っ。なんだろう、右硬いよね今日、うんうん、硬いとこはだからさっき言ったもうウエイト使って、はい、これ表裏一体の考え方なんですよ、うん、挟む、うんうん、おおおお、なんかギターの弦みたいに、ギターの弦、起立筋がプリッピッコードですかこれみたいな。なるほどね、本当だね、そんな感じだ、うんこれお腹もやってもらえるのすごい嬉しいかも。あ、お腹、お腹だけやられるより、うん、なんか後ろがあるからか、うん、うん、全体やるっていうのがいいですもんね、うん、なんかね。でもこのちょっと胸だけ気をつけて、うん、肋骨からお腹にやるときってちょっとこう圧加減とかやり方が変わるじゃないですか。肋骨から、たぶんのぶちゃん自然にやってんだけど、やること変わるじゃないですか、四肢でつまんだりとか、うんうんうん、ああ自然に、ね、そうそうそう、切り替わりがさ、あまりにも自然だったから同じことやって見えたら困るなとか。ああなるほど、うん、ちょっと違うんだね、うんうん、でもここ今みたいに区切りなくバーってくる気持ちいいですね。あ、区切りなくね、うん、ここね、そう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 、だから本当流れでいきたいんだったら、これもやらしい意味じゃないからね、うん、全然横行った方がいいですよ、うんうん、横、確かに確かに、あのくすぐったくなければ、うん、全然くすぐったくなる、うんうん、ほぐれるの早いんで、うん、したら今両肩筋とかほぐれてるってからね、うん、確かに、こうじゃダメだからね、これサムネ使うからね、出た出た、これそれでね、親父だってケンさんの一番バズってるやつ、ここのサムネね。あ、そうなの、うん、で本当は持ってないんで、240万再生みたいな、あの、そうそうそう、全然、うん、270万再生行きたいよね、行きたい、行ってみたい、1個でもいいから行ってみたい、1個でもね、行きたいよね、今度でもさ、私さ、久しぶりのタイ式撮りたいんだよね。ああ、いいね。そう、あのタイの時のほら、あの勉強のやつ出てきたから、うん、ちょっとやりたいな、でも、ね、痛い時はキープ、指でピッてキープして前側を入れる、気持ちいいだろ、結構いいんじゃない今回、うん、いや、いいと思う、これやった方がいいですね、うん、あ、やっぱね、安心感があるのか、ほぐれるの早いですよ、うん、こっち側からやると確かに、ゆっくりくりも、うんうん、全然早いですよ、おーおーおー、こっちちょっとある、これは腰部なんでデムです、デムをいい、あ、刺激入れて、おお、わー、前腸関節も、おお、キャー、リアー、前腸関節刺激、うん、ゴリゴリしてます、ここね、うん、やっぱり右が痛いんだよね、
これでも腰痛取るのに仙腸関節剥がしみたいなのはすごい大事だからね。さっきやったあちょっと、うん、グー入れて、うん、腰に動かすとかね。右変なのかね。だだだだ、そけー見て。キャー今ヒントいただきましたよね。鼠径部痛いんで鼠径、うん、部とグーを挟んで少し緩めましょう。変な話さ、ここが痛かった。内転筋、うん、この腱、これ方向筋じゃないでしょ、うん、こうなってるぐらい。あ、方向筋こうか。私でも膝も痛いから、そういうこと。そういうことだね。ここと、サンドイッチほぐし、手のひらほぐし、うん、ここね、結構大腿神経入ってるんで、ここね、股関節に対してはこの辺になるといいんだよね、うん、ほぐれそう。私はやっぱ骨盤開いちゃってるんだよね。ちょっと開いて、これさ、締めるときってどうしてます？締めるとき横向きで締める、うん、うん、圧倒的横です。私ローリングで締めてんだけど、横のところ、うん、それとあと AKA のやつでちょっと身を見まねだけど、仙腸関節、うん、前腸骨を押さえて、うんうん、で、あの仙腸関節のところに仕込んで、そのなんかつなぎ目止めたら、うんうんうん、グーってスライド、うん、それもあり、うんうん、両方あって、うん、あと締めるんだから、もう中殿筋のトレーニングとかした方がいいよ。そうだよね。だから、ウェルちゃんが言ってるでしょ、うん、運動をしましょうみたいな。はい、なんとか運動しないようにね。そうしないとか。そう。なんとか浪費しないように。浪費しないように、自分が疲れないように。そう。楽してる。うん、いいですね。これ、軽くこの支えてるのがポイントだ。あ、これ、うん、で、こっちに手前に引いてるやつを少し止めてるコントロールも今良かったですね。うん、やらなくてもね、できるんだろうけど、この。いや、今内転筋痛いって言ったから、こう、うん、内転筋を入れながらこう止めてる。そこで止めてるんですね。うん、あと、手のひらでハムを押さえてる、ね、うん。多分、これでさっきのあれ、変わってない、うん、これ。うん。さっき。あ、ない。ないでしょう。うんうん、すごい、うん。緩むとない。うん、すごい。うん、これ膝いいですね。いや、膝いいですよ、うん、痛くないほぐし方、うん、結構前やりすぎて膝って言われた時に、うん、そんで後で痛み残るケースあると思うんですよ。なんでかというと、私が膝痛い人だから、うん、やられてそれで痛くなったこと何回もあるし、うんうん、後ろから和らげる方がいいですよね。こっちからはいいですよ、本当に。こういうのもあるだし、こう、おー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 、わざわざ落としてさ、ね、これいいね。落とすとさ、重力かかるんで、うん、こうやって、うん、うん、両サイドね、うん、揉み込んでる、うんうん、気持ちいい。ふくらはぎもどっちかというとね、うん、前の前傾が硬い人多いんで、両方一緒にやってあげるという、うん、これ映ってなくない？でもこっちのアングルがいいからね。いいか一応今気づくみたいな。そうそう、あれって今上見た時せっかくいいのにみたいな、うんうん、気持ちいいわ。これ黄金コースでしょ、うん、王様コースと呼んで整体師に作りたいぐらいの。このまんま寝たい。 あそうだね、うん、だらそのまま寝かすっていうのを整体師ありだと思うんだよね。あ、確かに調理一体無重力整体30分のお昼寝30分コースみたいな、うんうん、すごい1万円です、うん、9800円とかしてこくちょっと200円なんだみたいな。安く感じるじゃん、1万円と9800円。うちがだからね、一番安いコースがほぐし入りで8800円の60分、うん、締めが1100円なんで9900円なんで、うんうんうん、確認もできる。おお、これ楽しみだ。柔軟がどこまで行ったか、行くか。おお、ね、足の裏に疲労が溜まってる状態なんで少し。あ、気持ちいい。これ嬉しい。そう、これを入れてあげないとダメだよね。確かに。足の裏やってもらえると思わなかったみたいな嬉しさがある。うんうん、するとこう筋もそうだけど血流もね、うん、一気に流れるんで。で同時で右と左やられることで自分の左右差を自覚できるかも。あ、
それもあるね、うんうん、どっちの方が辛いか痛いとかあるからね。そうそうそう、腰もそうだったけど、でも足裏だけでも全然違うんだもん、うん、右の方がやっぱ全部痛い、うん、痛いというか、まあ、効いてて気持ちいい、うんうん、よっしゃ、じゃあまとめに行きます。ネクスト。はい、じゃあ仰向けで全身施術やったんで、その後ビフォーアフター行きます。さっき5センチぐらいつかなかったんでね。あ、すごい、1センチじゃない。そうだね、ほぼついてるかぐらい、うんうん、いはい、後ろ、問題後ろなんだよ。あ、あ、後ろまで行ってるよ、さっきより。私さ、痛くない腰。あ、痛くない、うん、さっきはこれどっか首もつるとか言ってたよね。でもね、今痛くない。首も痛くない、うん、おお。すごい、おお、よかったよかった。何さんの行こうか。そうそう、うん、膝のとこまで行った。これあんま変わんねえな。変わる、うん、そんなに変わんないけど、そんな変わんないけど、ちょっと行ったぐらいな感じだね、うん、1センチ、2センチ行ったかなぐらいね、うんうん、すごい。 OK です、うん、はいはい、まとめです。これはね、やった方もね、やった感があるんですよ。 あのなんかね、ほぐれてるの分かるし、分かりやすいんでね、うん、あのうつ伏せ状態だとお客さんがこう防御反応で力入れちゃうケースとか結構あると思うけど、仰向けだと力入らないでしょ。入らない、入れようもないし、入れようもないよね、うんうんうん、だからいいと思う、うん、ぜひね、仰向け施術をね、うん、皆さん取り入れてください、いっぱい、うん、本当にいい感じに、やばやばって感じあの私60分だったら30分以上はうつ伏せやらないんで、うん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 、できれば20分25分で終わらせて、すごい。であとは仰向けです、うん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 、90分になると横向き出たり、いろいろバリエーションが出たり、うん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 、あとそこそこ潮順でって変えるぐらいだよね、うん、ですね、うん、気持ちよかった、ぼーっとしちゃったいいよね、こう役得だよね、うん、お互いでやり合うっていうね。俺もさっき腰めっちゃ痛かったけど、今めっちゃ楽だ。ちょっと一個だけ、1個だけさ、ちょっとだけ横になってみてね。横になって、横、横、どっち、ここ、頭、頭、うん、横向き、そうそう、あ、仰向けだ、仰向け、あ、違う、仰向け、ごめん、普通に仰向け。じゃ何がやりたかったかっていうと、ごめんね、すぐ終わるんだけど、あのさっきさ、やってくれた時にさ、あの、うん、うん、であのさ、こうさ、ほぐしてくれたじゃん、うん、キリつきのところもさ、うん、こうやってほぐしてくれたじゃん、うん、で、洋角のとこ行ったじゃん、はい、で、わかんないんだけど、首なんかさ、ああ、いいね、あの、上できないかなと思ったの。ああ、できるできる、全然できる。なんか、私手ちょっとあんまそこまで男の人じゃないか、うん、力とあれだけど、こう、こう、あと、この関骨のとこと、うん、王道のね、天中みたいなとこだと、頭まで行っちゃってもいいしね。で、なんかちょっとこう、あとこうね、頭もね、みたいな。もちろんもちろんね、実はね、あの飛ばしてただけでやります、全然。全然、なんか、あの、あ、頭もあんのかなって思って。全然やります。うん。やります、やります。頭はとか。ね、うん。全然、いやもう私そのいきなり初めてやったことをすごい器用に最初からできるタイプじゃないから、うん、だけどこれ練習したら自分が受けたいなと思った、施術だなと思った、うん、受けたい施術かもしれないね、うん、あとやっぱり前の旅券金話みたいに、うん、この価格の下らへんの、うん、なんか変な感じで痛い差が出る凝りの部分あるじゃない、うんうん、でここのところがあの仰向け施術すごい気持ちがいい。ああ、そうかもしれない、うん、うつ伏せだと結構不快な部分だったりするよね。そう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 、痛かったり怖いとかちょっと、うん、それがなんかその本当気持ちいいって感じだった、うんうん、作りましょうか、仰向け整体院ね、うん、仰向け専門30分ですよ、30分施術。まさか仰向けで背中も全部やってもらえるとお客さんも思ってないかもしれない、うんうん、うつ伏せがなんなきゃいけないんだわみたいな。そうだ、うん、あ、言ってたように化粧もそのままでいい、ねえ、ね、変わらないし、変わらないし、いいですね。で30分ゆっくり寝ると、うん、その後、うんうんうん、それが最高だよね。確かに至福の時間だよね。確かに作ろう、はい、誰か融資してくれ、出資者も、出資者も言うと思った、私もそう言おうと思ったはい、じゃあ今回もね、コメント、はい、そうですね、高評価よろしくお願いします。またご視聴ありがとうございました。またね。でも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。